ページテーブル。ページテーブルとは、コンピュータのオペレーティングシステムの中の仮想記憶システムで仮想アドレスと物理アドレスを対応づけるために使われるデータ構造である。仮想アドレスはそれにアクセスするプロセスによって実行されるプログラムによって使われ、実際には物理アドレスは RAM サブシステム等のハードウェアによって使われる。仮想記憶を使うオペレーティングシステムでは、 全てのプロセスは大きくて、一続きのメモリ領域で動いていると、錯覚させられています。物理的には、それぞれのプロセスのメモリは、物理メモリのいろいろな領域に散らばっているか、ハードディスク等の他のストレージに移されています。プロセスが自身のメモリにアクセスを要求したとき、オペレーティングシステムはプロセスが要求してきた仮想アドレスをデータが保持されている。 実際のメモリの物理アドレスに対応づける責任があります。ページテーブルはオペレーティングシステムがこの対応づけを保存しておくところで、それぞれの対応づけはページテーブルエントリー、ページテーブルエントリーと呼ばれています。ワード帳が32ビットのコンピュータについて考えてみる。アドレス範囲は 0x0000 から 0x 回回回回回回回までの4。 GI バイトとなる。このアドレス範囲が仮想アドレス空間となる。仮想記憶を使用しない場合、物理メモリが1 6イトしかないなら 0x010000 以上のアドレス範囲は不正なアドレスとなる。しかし、多くのプログラムは 4G バイトのメモリを一部に全部使用するわけではない。例えば、あるプログラムはテキストと データとスタックの最大値を合わしても1メガバイトに満たないだろう。4GI バイトのアドレス空間はあるサイズの塊に分割される。この塊をページと呼ぶ。物理メモリも同じサイズに分割される。こちらはフレームと呼ぶ。例えばプログラムのテキストセグメントはアドレス 0x00004 00からスタートするかもしれないが対応する。 物理アドレスは 0xff0e0004 かもしれない。仮想記憶システムが行うことは、仮想アドレスを物理アドレスに変換することで、基本的にはページとフレームにマッピングすることである。ページテーブルはそのために使われる。多くのアーキテクチャでは仮想記憶を直接ハードウェアでサポートするトランスレーションルックアサイドバッファを持っている。 TLB はページとフレームのマッピングを格納し仮想記憶システムを完全にソフトウェアで実装した場合に比較してハードウェアでのページフレーム変換を高速化して全体の性能を向上させる。しかし TLB は一定数のページフレームマッピングしか保持できない。これをソフト的に拡張し多くのマッピングを保持するのは仮想記憶システムの役割である。 仮想記憶システムはページテーブルを使ってこれを行う。なお、ページとフレームという名称の区別をしないで仮想ページ、物理ページと呼ぶこともあるしフレームをページフレームと呼ぶこともある。実行中プログラムが仮想アドレス 0xd09、不テーのメモリにアクセスしようとしているとする。この仮想アドレスは2つの部分に分けられる。 ページ番号 0xd09fb とそのページ内オフセット0税部である。仮想記憶をサポートするハードウェアではこのアドレスを tlb 内で検索する。tlb はこのような検索を並列に実行できるよう特別に設計されており、この処理は非常に高速である。ページ番号 0xd09fb と適合するエントリが tlb にある場合、 物理フレーム番号をそこから取り出し、オフセットを加えてメモリアクセスが継続される。しかし、適合するエントリーがなかった場合、第2段階の処理としてページテーブルが使用される。ハードウェアが仮想ページに対応する物理フレームを見つけられない場合、ページホールドと呼ばれるプロセッサ割り込みを発生させる。オペレーティングシステムがページホールドを扱う割り込みハンドラを実装する。 機械が提供されている。そのハンドラは、ページテーブルを参照してアドレスのマッピングを探す。もしマッピングが存在すれば、それを TLB に書き込み、問題の命令を再度実行することでメモリアクセス処理が再開される。ページテーブル参照が失敗する場合として、以下の2つが考えられる。前者の場合、メモリアクセスが不正であるため、 オペレーティングシステムはその問題に何らかの対処を必要とする。例えば、問題のプログラムにセグメンテーション違反のシグナルを送ったリス。校舎の場合、ページの内容は別の場所、例えばディスク内に格納されている。これに対処するには、ページの内容をディスクから物理メモリに持ってくる必要がある。物理メモリに空きがあれば問題はなく。 単にページの内容を空き物理メモリ領域に書き込んでページテーブルのエントリーを書き換えて TLB に同じマッピングを書き込んで命令を再実行すればいい。しかし物理メモリに空きがなく使用可能なフレームがない場合必要なページの内容を物理メモリ上に持ってくるために別のページの内容をディスクに追い出す必要が生じる。そのフレームが使われていたページに対応する。 ページテーブルのエントリーを書き換えて、スワップアウトされたことを示すようにし、逆に新たに持ってきたページに対応する、ページテーブルへ取りに対応するフレーム番号を書き込む。このような処理を、スワッピングと呼ぶ。この処理は、TLB だけの時に比べて、非常に時間がかかる。どのページをスワップするかは、ページ置換アルゴリズムで決定される。設計上意図されたわけではないが、 ページテーブルをルートキットで操作してソフトウェアのコードを隠すことができる。このような操作は検出が困難であり不正なソフトウェアを隠しておく効果がある。最も単純なページテーブルシステムはフレームテーブルとページテーブルから構成される。フレームテーブルは最も基本的なシステムであり、どのフレームがマップされているかという情報を保持する。 より高度なシステムではフレームテーブルにはどの仮想アドレス空間にそのページがしているかという情報、統計情報、その他の情報も格納される。ページテーブルはページの仮想アドレスと物理フレームのアドレスのマッピングを保持する。その他の補助的情報としてプレゼントビット、ダーティーまたはマダファイドビット、アドレス空間識別子やプロセス識別子などの 情報も格納される。ハードディスクなどの二次記憶は物理メモリを増やすためにも使われる。ページはメモリからディスクにスワップアウトしたり、逆にスワップインしたりすることができる。プレゼントビットはページがどのレベルに存在するかを示すものであり、スワップアウトやスワップインの基本的な情報として使用される。ダーティービットは性能最適化に使用される。 あるページを物理メモリにスワップインしたとする。このページに書き込みが行われるかもしれないし、内容を読むだけかもしれない。そして、後で、そのページをスワップアウトする必要が生じたとき、そのページがスワップインされてから変更されていなければ、スワップアウトを実際に行う必要はない。しかし、書き込みを行っていれば、ダーティービットが立っているので、 スワップアウトを行わなければならない。アドレス空間識別しあるいはプロセス識別しはページの対応するプロセスを識別するのに必要である。各プロセスの仮想メモリマップは同じなので2つのプロセスの間で同じ仮想アドレスが別のとに使われている。したがってページテーブル上で仮想アドレスの属しているプロセスを識別しなければならない。このために ユニークなアドレス空間識別紙かプロセス識別紙を使用するのである。なお、ページテーブルのエントリーはそのまま TLB に書き込める形式になっていることが多い。したがって、ハードウェアの仕様として TLB のエントリーにはハードウェアが使用しないビットがいくか用意されていて、ソフトウェアがページテーブルに追加の情報を格納するのに使うことができるようになっている。 いくつかのタイプのページテーブルがあり、それぞれ異なった条件に適合するよう設計されている。基本的にページテーブルは仮想アドレスとそれに対応する物理アドレス、そして必要なら追加のアドレス空間情報を格納しなければならない。逆引きページテーブルはページテーブルとフレームテーブルを一つのデータ構造にまとめたものである。中核となるのは メモリのフレームに対応するエントリーがフレーム番号順に並んだ固定サイズのテーブルである。4000個のフレームがあれば逆引きページテーブルも4000エントリーで構成される。各エントリーには仮想ページ番号、物理ページ番号を、口述するコリジョンチェーンを生成するのに使う他のデータなどが格納される。物理フレーム番号順に並んでいるため、そのままでは仮想アドレスから 物理アドレスへの変換に使うのは不便である。逆引きページテーブルは全プロセスの仮想空間サイズの合計が実装しているものメモリ量に比較して非常に大きいことから物理フレームごとに管理する方がメモリ量を節約できるとの目論みで採用された設計である。しかし、そのままでは与えられた仮想アドレスを物理アドレスに変換するのに一ンプット全体を見なければならず。 時間がかかる。そこで仮想アドレスを IP のインデックスにマッピングするハッシュテーブルを使用する。ここでコリジョンチェーンが使用される。このテーブルをハッシュアンカーテーブルとも呼ぶ。ハッシュ関数は分布の良さよりも高速さを要求される。もちろんハッシュテーブルではコリジョンが発生する。ハッシュ関数の選び方によっては衝突が頻繁に発生するので、 テーブル内の各エントリには VPN が格納されていて、それが求めていたエントリなのか、衝突なのかがわかるようになっている。マッピングを探すときに、ハッシュアンカーテーブルが使用される。エントリが見つからなければ、ページフォールドが発生する。エントリが見つかれば、それを TLB においてメモリアクセスが再実行される。また、 ポリジョンチェーンをたどっていって、エントリーが見つからない場合もページホールドが発生する。この手法では、仮想アドレスは2つに分けられ、上位ビット部分が仮想ページ番号、下位部分がページ内オフセットである。逆引きページテーブルを使用するアーキテクチャとしては、PA リスクやパワーがある。逆引きページテーブルは、物理メモリ内の全フレームに関するマッピングのリストを保持している。 しかし、仮想ページごとにマッピングを保持するページテーブルを作成するのも自然な考え方の人と言える。ただし、仮想アドレス空間が大きくかつ複数存在するため、非常に大きな無駄なデータ構造となり得る可能性がある。そのため、ある仮想空間の領域をカバーするページテーブルを遅くなる。例えば、4K ページ1024個分の領域をカバーすれば、 4MB の仮想メモリをマッピングできる。仮想空間の両端をプロセスが使用することが多いため、このような部分的な仮想空間をカバーするページテーブルは便利である。例えば、仮想アドレスの小さい型をテキストとデータに使用し、大きい型をスタックに使用する。多段ページテーブルでは、小さなページテーブルをいくつか使って使用中の仮想空間の領域だけをカバーし、 本当に必要な時だけ、追加のページテーブルを作成する。このような小さなページテーブルは、上位のページテーブルにリンクされ、全体として機構造を形成する。二段である必要はなく、それ以上の段数になることもあり得る。この手法では仮想アドレスは三つの部分に分割される。上位ビットの方から、ルートページテーブルのインデックス、サブページテーブルのインデックス、 ページ内オフセットとなる。仮想アドレス空間の全仮想ページについてのマッピングを含むページテーブル構造は非常に無駄が多いことは上述の通りである。しかし、ページテーブルを仮想記憶システム内に置くことでページイーブル用のメモリを仮想記憶方式で管理することができる。つまり、多段ページテーブルのサブページテーブルに相当するものを仮想空間上で連続に並べ、 現在のプロセスが使用している仮想空間全体がカバーされる仮想化ページテーブルを作成するのである。当然、元々のサブページテーブルがない部分には何もマッピングされない。3 2ビットシステムで 4K ページ、ページテーブルエントリがが3 2ビットであれば4イトの仮想空間をページテーブルのマッピングに使用することになる。仮想化ページテーブルはハードウェアが ページテーブルを自動的に参照しない場合に TLB ミスの処理を高速化する手段として使われることが多い。例えば MIPS アーキテクチャでこれが使われているし Spark でも類似の手法が使われている。ただしこの場合に一部のページテーブルは必ず常駐していないとページフォールとの連鎖が発生する。つまりページホールとのハンドラ内でアクセスする可能性のある部分で ページフォールトが発生すると、ページフォールトが解決できなくなってシステムがストールしてしまう。相手イティニアム及びイタニウ平方メートルでは、多段ページテーブルを前提とした仮想化ページテーブルと逆引きページテーブルを前提とした仮想化発信アンカーテーブルをサポートしており、オペレーティングシステムがいずれかを選んで使用することができる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。